河野さんお疲れ様です。自分は明日法政大学を受験します。お明日。月曜日なんですね。そこで試験日の朝にするべきことはありますか。か原言語数学英語で行きます。現代文古文数学英語かうん。試験日の朝にするべきことは、結局まあその。学力をそこから伸ばすってきついんですよね。特に原語数学。英語に関しては？ だからもうメンタルを整えるっていうことなんですよね。もうだから精神安定剤なんかこう、例えば、今までやってきたことっていうのを、まあ積み、積んでみて、ね、ノートとか積んで、それで自信をつけるのもよし、なんかちょっとしたゲン担ぎ、カツ丼食べてみるとか、なんかキットカット食べてみるとか、ね、まあ何でもいいんですけど、そういうゲン担ぎしてみて、よし、これ、こんなにゲン担ぎしたらよっしゃ、みたいな感じで思うのもよし、あるいはもう直前までめちゃめちゃ英単語とか見て、 それで落ち着かせる。こんだけもう最後の最後までやるぞっていうもうバーってやるっていうので落ち着かせるのもよし。もうとく、とにかく、あの、自分は大丈夫なんだっていう方向にね、自信をつけていくっていうもうね、ありとあらゆることをやってもらえれば一番いいんじゃないかなと思います。頑張ってください。